皆さんこんにちは。子役時代はマインちゃんとして活躍した人気女優の福原遥さん。今回はそんな福原遥さんをご紹介します。福原遥さんのプロフィール。名前福原遥。生年月日1998年8月28日。出身地埼玉県埼玉市。身長159センチ。血液型 A 型。所属事務所軽音。出身小学校。福原さんの出身小学校は地元埼玉市内の公立校、与野西北小学校と言われています。家族構成は両親と弟の4人家族で、子供の頃は人の目も見れないくらいの人見知りだった、とインタビューで話しています。ただ小さい時から負けず嫌いで、学校でも九九の勉強などを頑張っていたそうです。そして小学校1年生の時に子役事務所に所属してジュニアタレントとしてデビュー。また同じ年にテレビドラマ恋の時間のメインキャストの少女時代を演じて子役女優としてもデビューを飾っています。その後10歳の時にクッキングアイドルアイマイマインのマインちゃんとして起用されて全国的な知名度を得ています。しかし学業との両立が難しくなっていた頃だったこともあり、もしマインちゃんのオーディションに落ちた場合は芸能界を引退しようと思っていたことを明かしています。福原さんはマインちゃん時代を振り返って、これまでの芸能活動の中で一番楽しくて印象的な番組でした。またいつかマインのスタッフさんたちと仕事がしたいです、とコメントしています。ちなみに福原さんは本来左利きですが、演じた柊木マインは右利きという設定だったことから、番組内では右利きとして振る舞って包丁なども右手で使っていました。出身中学校。福原さんの出身中学校は埼玉市内の公立校大成中学校と言われています。中学校では吹奏楽部に所属しクラリネットを担当しています。吹奏楽部ではコンクールの入賞を目指して他の部員たちと切磋琢磨していたそうです。ちなみに福原さんは実はスポーツも得意でしたが、すでに芸能活動をしていたことから、やいちゃいけないという思いがあって、中学時代には運動部に入部できなかったとインタビューで話しています。もし運動部に入れるなら、入部したかったのはテニス部だったそうです。中学1年生の時にオーディションに合格した福原さんは、ピチレモンの専属モデルになっており、同志が休刊となった高校2年生の頃まで勤めています。ピチレモンでは大原優乃さんや岡田結衣さんらと並んで看板モデルで何度も表紙に起用されています。しかしモデルを始めた当時は先輩モデルたちのように上手にポージングができなかったそうで、泣いてばかりいたことをインタビューで明かしています。中学2年生の時までマインちゃんを務めていましたが、中学3年生の時に女優になりたいと思い所属事務所を変更したことをインタビューで語っています。ちなみに福原さんが目標とする女優は伊藤美咲さんと井上真央さんで、伊藤さんとは小学5年生の時にテレビドラマエジソンの母で共演し、こんな人になりたいとずっと憧れていたと話しています。出身高校。福原さんの出身校は芸能人が多く通っている日の出高校です。小学1年生で子役デビューし、中学2年生までマインちゃんとして活動しており、高校はより幅広く芸能活動をするために同校の芸能コースに進学しています。日の出高校では俳優の中川大志さんや AKB48 のメンバーだった大島涼子さんと同級生でした。中学校時代までは部活に所属していましたが、高校では仕事が多忙になったためか部活には入っていません。福原さんは中学時代から女優になりたかったことから、高校時代には女優活動を本格化させています。
高校1年生と2年生の時には、戦隊ものの列車戦隊特急ジャーの劇場版に出演。この映画では、車掌役のレディというキャラクターを演じていましたが、福原さんはこの役を演じきれたことで初めて、お芝居って楽しい、と感じたことをインタビューで話しています。高校3年生の時には、連続ドラマのレンタル救世主にレギュラーとして起用され、女優への足がかりをつかんでいます。高校時代は女優、タレント、歌手として活動しているので、かなり多忙だったようですが、そんな高校時代を振り返って、私、高校はお仕事の思い出の方が多くて、青春イコールお仕事っていう印象が強いんです。でもその分、普通に授業を受けているだけで嬉しかった。こういうのも卒業したらできないんだって毎回楽しんでいました。と話しています。その中でも高校卒業直前の調理実習が最高の思い出になったそうで、卒業前に調理実習があって好きなグループで2時間かけてカレーライスとティラミスを作ったんですよ。その時はみんなでこれやって、できないよってワウワウ騒ぎながらやったのが本当に楽しくて、高校最後の最高の思い出になりました、と振り返っています。そんな福原さんは卒業式も映画プリキュアドリームスターズの初日舞台挨拶のため出席できませんでした。そして高校卒業後は芸能活動に専念して大学には進学していません。高校卒業後は活動の幅を広げて、もしもツアーズの3代目バスガイドに起用されています。さらに20歳の時には、声ガールで念願だった連続ドラマで初めて主演を務めています。また、ジョジョ園や4月の君、スピカなどの映画にも主演として起用されています。2019年8月には、福原遥名義では初となるシングル、未完成な光たちをリリースし、配信も含めて毎年シングルを発表しています。2020年には YouTube に公式チャンネル福原遥と福原遥を開設。ドラマ、映画、アニメ、CM、歌手と幅広いジャンルで活躍されている福原遥さん。今後も多くの場面でその活動を見ることができると思いますので、これからの活躍も楽しみですね。